4本撮りやけど、とりあえず城の真正面から行ってみるか。ほら、王子がおるぞ。王子に協力しろ、お前ら。あれ、どこ吹く風やの。はぁ、城に真正面から行ってみるか。お前、これは、これはある掃除。中に入れるんだ。あなたは追放の身です。あ、あ、何、王様が通せと言っておられるのか。え、お通りください。何やそれ。え、何や、自動的に移動。あ、はい。今夜はここでゆっくりお休みください。明日王様がお会いになるそうです。えぇ、お休みになるぞ二人で。あ、なんか対立してるこの二人。なんでそんな向こう向くねんお前。あれ、お、見つめ合った。もう寝てしまいましたか。いいえ、朝になったぞお前。いいえ、父上はどうしてしまったのでしょうか。私のことを愛してはいないのでしょうか。いや、心変わりというか、なんかに取り憑かれてるだけやって。子供を城の外に追放するでしょうか。王子、愛していますとも。誰やこれ、マザー2か。子供を愛さない親がどこにいるでしょう。これは、なかなか悲しい。今となっては、今のご時世ではちょっと虚しく響く言葉かもしれんな。そうでしょうか。明日王様に会えばはっきりしますよ。なんだか怖いな。それは怖いやろ。また、二晩明かしたことになってるぞ。あ、王様や。王様がナイフを持って襲ってきた。王子死ぬのだって。むちゃくちゃや。父上何をするのでしょう、何をするのですか。これはあかんやろ。大臣ギガメスが現れた。何をしている、王子を殺せ。ぐさ、う。王様自らをナイフで刺した。父上、う、これでもう操られんぞ。やっぱりか。くそ、なぜ俺の術が破れた。愛する子供を殺すくらいなら自ら命を絶つ。おお。お前の思うようにはさせん。くそ、ならばまとめてあの世へ送ってやる。死ね。俺らの出番やな。待て、俺たちが相手だ。何、小賢しい奴らよ。ではお前たちから片付けてやる。マジで？うおお、ガルーダ。やばい、これ竜騎士がおらんとあかんのじゃんか。いきなりボス戦かよ。これは多分トンネルできやからエアロが効くはず。いけー。おう、あれ全然効いてない。おお、これは効いてる。雷、そんなバカな。これやべ。ああ、エアロやっぱり効くやん。でも言ってられんな、そんな。どうしよう。これは、こうしておいて、なんとか、白魔導士生きろ。素早いからいけるやろ。ちょっとケアルラをやれ。よし。これで、学校が死ぬ運はないやろ。よし、耐えろ。ああ、くっそ。なんとかならんか、これ。きついな。てか、ダメージがケアルラを上回ってるもんな。ああ、おお。多分これは倒せる的なんやろな。ドラクエとマザー2が頑張る。頑張れ。フェニックスのを使うか。あんま使いたないねんけどな。まだ、だってじゃあ、使った瞬間生き返るとか全然あり得るしな。使った瞬間殺されるとか、全然あり得るしな。まあでももう、ダメ元で一回やるか。これがダメやったらあれや。塔に行こう、塔。塔に。なんとかなれ。1。あー、ダメだった。まあ、これででも倒せんか。強すぎるやろ。いけ。あー、死んだ。これはどうしようもないか。エアロでなんとか。無理か。
けー、ほら78。いやー、これは無理やな。ライブラストッカー、ほら情報、まあ情報を与えずに殺された。くそー、あー、あかんか。そうやな、ライブラしておきたかったな。じゃあ塔に挑むか。塔ってどこにあったっけ。その3か、その3やな、右の方やな。でも竜騎士になったら竜騎士一人で倒すことになるんかな。だって他のやつは食らうダメージとか一緒やろ。なんなん、一回だけ違う時あったけど、ほとんど雷ばっかりやしな。あれ？え？あれ？入られへんの？竜騎士にならんとあかんだこと？あ、こういうこと。はははん？ん？ん？あれ？え？どうなってる？あ、こうか。難しいな。シーフにしたら見えるんか、やっぱり。シーフにしても一緒やな。いかん。これはきつい。うおー。まあでもさっきのガルーダに比べれば、へのような攻撃やな。効かんよ。常にかい、ケアルを、回復を常にしとかんとな。盗むとかも言ってられんしな。そうか。よし。ここもなかなか、おぉ、一筋縄ではいかんな。倒せ倒せ。これ、ケアルとかでいけるか？いやー、きつい。でもいける。総攻撃。で、これでケアルしとけば死にはせんやん。よし、これで一体片付けて、あ、上に攻撃してたいのに。んで、あ、よしよし。そうやな、ここ、結構きついな。金が結構手に入るから、もう一回の戦闘でハイポーション一個分ぐらいにはなるから。あ、でもここ、機能してないんやっけ？店が。どうなんやろ？竜騎士にした方がいいとかかな？ここは、こうか。こうやって、こうか。次は、こっちか。こうやって、違う。上から、あれ？ん？こうか？ん？こうか。ほう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 。よし。ああ、そんな長いところではないんかな。よし、登っていく。できてんな。ここどっかに隠し通路がまたあるとかちゃうやろな。でも空中に出ていくことになる。何こいつ？ニードル？もう油断せんとこ。ダンジョンやし。ちょっと待てよ。あいつ HP 低いけど、もしかして回復忘れとった？あ、忘れとった。ニードルモンキー。うんうん。こいつは魔法使ってきそうにないな。そのまま。ああ。雑魚い攻撃をしててくれ。おー、強い。闘家じゃないわ、空手家か。空手家強いな。やっぱ文句系を一人追い取ったのは正解やな。戦士系はもうちょっとバイキングになってしまったけど。よし、頑張れ。こいつ、あんま効かんから、あれでいいやろ。盗むしとくか。ニードルモンキーってなんかニードル的なことしてくるんかな。もう強っ！棘が刺さらんか、背中の棘にパンチが。そういう心配は無用か。ほうほうほう。よし。格闘家がもう一人で倒せるぐらいの領域やな。これでいけるやろ。いいっす。いけー。よし。いいね。で、格闘家がボコ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 。いいねー。空手家か。空手家が強い。これで、じゃあ、あ、ハイポーション。こっち向いてるということは、こうか。
お、なんやこれ。え、カードブレパス、なんか聞いたことあるな、それ。カードブレパスってなんか FF のシリーズの召喚獣にもおったよな。なんか覚えがあるぞ。いや、もうサクッと倒していこう。頑張れ。強い。空手家が強すぎる。神がかっている。いけるぞ。よしよし。おお。ああ、バラバラに攻撃してる。効率が悪いぞ。なんか牛、デビル牛、デビル暴れ牛鳥みたいな雰囲気やな。ここにんじゃあ、あれか。竜騎士の剣、剣じゃないわ。スピアは売ってたから、防具があるってことなのかな。まあ手に入れて損はせんやろうから。おお、ドラゴンメイル、サンダースピア、ドラゴンヘルム、サンダースピア、フェニックスのドラゴンヘルム。おお、おお、まさに竜騎士装備やな。あ、これきついねんて。ちょっと、学校はごめん。お前なんという、バカにしとんのか。むちゃくちゃしょるな。レイズ覚えろ。もう、なんでそういうことするかな。不可抗力やん、今の。ひどいなぁ。うわぁ、狙いよるわ。ひどいなぁ。怒りの攻撃やぞ、これは。ああ、こんなんしてる場合じゃない。学校が死んでしまったか。ドラクエに代わり。ちょ、狙ってるな、こいつ、完全に。もう、死亡とか。これはちょっと、やる気をそぐな。いかんな。まだ。もう KR ガが出てこな。きついか。学校が。また格差が生まれる。でも、これ宝箱取ってから帰るやろ、当然。フェニックスのドラゴンヘルム。ドラゴンヘルム。あ、全員竜騎士で行けってことか、これ。はぁ。じゃあ、テレポで帰りましょう。ほら。よーし。で、行き帰りがどこにあったっけ？行き帰り。行き帰りどこ？こんなことに、まさか死ぬとはな。生き返りどこよ。なんかその1からその4まで、全部見て回らんとあかんのちゃうな。あれ？ここは塔だけか。ちょっと、俺は生き返る。こっちか。わざわざ分けんでもええのにな。やつやがあるということは、生き返りがあって叱るべきやろ。ほら。こんなにやたら魔法屋があって、これは倒した後が楽しみやけど。魔法をかいくまくるぞ。いよいよあれか。幻術使用の魔法とかも出てくるんかな。そうであってほしい。おい、生き返りがないねんけど、どうしたん？どこや。ここ敵出るんかな。これ国土やけど一応。サロニアその1。生き返り、生き返らしてくれ。邪魔やー。あれか、あの灰色の屋根の建物が確か生き返りなんちゃうか。オーラ来た。よし。ああ危な。全員これあれか、竜騎士に変えなあかんのか、ひょっとして。きつない。キャパシティ使い切ったとこやぞ。ちょっと勘弁してくれ。これで一回アデュアで寝る前にジョブチェンジするか。何手に入ったっけ。ドラゴンメイル3つ、ドラゴンヘルム4つ、サンダースピア3つ。じゃあ例えばそうやね。じゃ、バイキング変えてみるか。
龍騎士でしょ、龍騎士24か、いけんで装備や、サンダースピア、サンダースピア二刀流で、ドラゴンヘルムにドラゴンメイルと、これでいいんか。腕は腕ガントレット、これうん、これでいいってことか。サンダースピアか、合ってんのかなこの解釈で。でも雷が効かんようになるんかな。難しいな。こいつも変えたろか、こいつも変えたろ。そうやね、龍騎士おりゃ、よし、これであいつを倒しに行けるんちゃう。あー足りん、どこや、反抗してる武器はどこやっけ。逆らい者の武器や、逆らい者の武器や、その1からその4のどこやったかほんま忘れるわこれ。こっちの方やったような気がするな。龍騎士でいけるんか、果たして本当に。どこや、上の方にあったはず。こっちか。これか、これやろ。よし。んで、ウィンドスピア、サンダースピア。ウィンドスピア？こっちちゃうんか、いいんは。ほら。もうこれ書いたないねんけどな。ウィンドスピア。なんか右手に持ってるのが属性を決めるみたいなことを聞いたような気がする。これで多分いいんちゃうか。ドラゴンヘルム。全員変えなあかんのかな。全員変えるのは大変やと思うんだけどな。これでいけるんちゃうんか。無理か。二人ぐらいで、なんとかならへんかね。で、これで一回ドヤに止まって、挑みに行くか。ピロートークか。王子とピロートークか。何を言うんやろ。しかし、王子、でも父親はなんか毎回イベントのために誰か死ぬよな。人死にが出る。これ後列前列どっち？前列でいいんかな。これで一回挑むか。これでまた負けたらもう全員龍騎士にするわ。じゃあ行きましょう。これ HP が全然ちゃうな。やっぱ職業でのステータスは決められていくのか。よし、入れんかい、どけ三下が。んで王様が二日目の夜に襲いに来ると。これを倒せば無事安泰かな。俺は早く店を探りたい。今んとこもほんまジョブに翻弄されまくってたから。王子と六つ子と交わし合うと。子供の親子愛か。ほら。やっぱ王冠のサイズもあるんやな。子供用とか作らせるんかな。オーダーメイドで。店で売ってたら嫌やわな。王冠なんか。さあ、これで、いけるんか、果たして。あ、ジャンプか。そういうことか。ジャンプでなんとかしようってことか。かわすんやな、こいつの攻撃を。あ、なるほど。それは全員せなあかんわな。でも逆に言えば、こいつら、早かったか。ああ、食らうときもあると。全員ジャンプしとけば勝てるって話か。まあ、ケアルラを連発しとこうんじゃ。あ、ライブラしたよかった。お。おー。
さっき帰ってきたらあかんやん。食らうぞ。あかんあかんあかん。あー、あっさり死んじゃった。これ勝たれへんやん。ぴょーん。あー、あー、これ、あー、負けちゃったよ。どうしよう。全員変えますか。もう一回行こう。しぶとく行く。負けそうな気もするけどな。あいつの HP がいくらなんか気になるな。HP を調べるか。調べといてよかったな、さっき。またムツゴトを交わすんやろ。もうこれスタートボタンで飛ばせるとかにしてほしい。これこれ。また眠るぞ。子供を愛さない親がいるでしょうか。それはでもなんかおかしいと気づくはずやろ、お前も。そんないきなり親がこんな、テラララララララとか言うて、王様が入ってきたら、こら、なんか取り付いとるなっていう、推測は立つわな。よし。お前や。さあ。いけるやろ。ジャンプ。ジャンプのタイミングがな。ちょっとライブラしとこか、一回。いきなり食らわしてきたわな。いけー、いけー、ライブラ。あー、わからへんの、マジで。ケアルランも無理かな。ちょっとでも食らわして。おー、回復しろ回復しろ回復しろ。全員食らうやんけ、これ。おい、最悪のパターンやないか。もう、倒せ倒せ。あー、いけ、ほら、よーし、これで先飛べ先飛べ。よーし、ドラクエ頑張れ。ほら、もう一回いけ、先飛べ先飛べ。あー、もう、全員でぴょんぴょん飛ぶか。じゃあ装備買ってこなあかんのじゃん。でもこれ無理やったら、やり直しということで。あ、アイテムいっぱいか。じゃあジョブをこいつとりあえず、竜騎士に変えて、キャパシティ足りるか。全員竜騎士か。で、ヘルムとメイルと、武器がな、ないんよ。どうしようもない。これ外されへんのじゃが。外されへんやんか。チョコボを呼び出せるやつってどこにおったっけ？あれ？ちょっと待てよ。オッケー。ここそうか、遠か。意味ないよ。もう、アイテム捨てるかなんかいらんもん。金剣の剣撃っていいんか。他は、うわ、装備だらけやな、マジで。ラッコの頭とかも使ってってええねんけどな。三つ外さなあかんから、どうせ裏なあかんな。しかし、なんかこのジョブが限定されていくっていうのがあれやな。絶対なんか一人はこれにしとかなあかんとか、他のやつはこれにしとかなあかんとか、決められるんが嫌やな。自由にやらせてほしい。何を売ろうか。キンキラの剣売っとくかも。これいらんやろ、多分。金になるな。
で、これもいらんやろ、トールハンマーって。いらん。カイザーナックルも1個いらんねんけど。あ、2個いらんわ。飛竜の爪と猫の爪あるからな。んで、ラッコの頭とかいらんやろ、多分。んで、ラッコの頭とうとう打ってしまった。もう人に使ってあげることはできない。じゃあ、するよ、こいつを。勇気士に。ほら。んで、微妙に防具が一個足りひんねんけど。鎧がないという。じゃあ、誰やっけ、ちょっと待てよ。武器を割り振るか。いいんかな、こんなんで。これで、なんとかやるしかないでしょ、これで。サンダースピア。ウィンドスピア。ん？あった。これでいくか。もうなんとかなるやろ、これで。全員竜騎士や。竜騎士軍団。スーパー竜騎士軍団で。ほら、どけ。これで全員ジャンプ。何回もチャレンジするぞ。これほんま確率的な問題になってきたな。確率で勝敗が決まるみたいな。ずらしてセーブ。じゃあ行きましょう。チャレンジ。またキャパシティが枯渇してきたな。じゃあどんどん行こう。ここで、でもジャンプしててなんとかなるもんなんかな。いけるか。ここでお休みになって王様がまた、こんな死ぬとは思わんかったけどな。あれやな、雷が食らいすぎっていうか、雷に対抗できる防具みたいなのはないんか。ドラゴンメイルってすごい中立的な装備っぽいしな。いけるか。あ、一人高列になってる。いいんかな。ダメージに変わりあるやろうか。むしろ全員高列でいいぐらいとか。ピョイーン、ピョイーン、ピョイーン。もういなくなった。いいね。よし。すごいな、これ。おお。あ、ミス。効率あかんか、やっぱり。おお。あいつだけ強いって、あいつやっぱりウィンドスピア装備してたんちゃう？あいつだけやたら強かったぞ。みんな飛べ。みんな飛べ。もっともっと。いいね。あ、これ気持ちいいな。おお。着陸。おお。おお。バカやな、でもこいつ。なんか、いいようにやられてる。全員、ピョーンって飛んどるところに、でもこんな室内でどうやって飛ぶんやろ。なんでこの、素早さがやたら高くなってる。あ、食らっちゃった。学校が出遅れた。いけいけ。着陸。いけいけ。おミスが多いな。あー、いかん。でもこれ繰り返してたらいつかは勝てるやろ。誰か死ぬかもしれんけど。よし、まず学校が逃げ去って、よし、 FF も逃げ去った。あー、食らった。ドラクエはもう一回耐えれそうやな。で、よし、ガルーダが行動した後にジャンプの結果が出ると。結果発表やな。ミスが多いな。これ全部当たってたらもう死んどんちゃうか。じゃあもう一回飛んでみましょう。これやばいけどな、結構下の二人が。下の二人逃げろ。逃げた。よし。あー。一人死亡。脱落。マザー2が脱落したな。やっぱこういう激務は無理か。ミスりすぎやろ。まあ FF がかなり健在やから、逃げろ。FF は早いな。
逃げろ、もう一回逃げろ。よし、うん、逃げ、よし。これはでもミスが、ミス多いぞ、ミス多いぞ、全員ミスとか勘弁してくれよ。かなり確率低いよね、こいつ鳥だけに。やっぱり回避率が、うわー、もううざい。こんな当たらんもんかね、こんな当たらんもんかね。前列やぞ俺ら、これ以上俺らどうしようもないぞ。うわー、むちゃくちゃしょるわ。なんで勝たれへんのこれで。おう、 FF 頑張れ。嘘やん、なんでこれ、どうしたらええの。もう、もう一回チャレンジするわん、じゃあ後で。では一回切ります。